始まりましたリトルバスターズ R。 早速戦いから行ってみたいんですけれども、はい、ここでリスナーの皆さんに業務連絡です。何ですか？ディレクターの長田さん曰く、ここに来ているネタの数収録日時点で2000ですが、全然足りないそうです。足りてんの？足りてると僕も思うんですけれども、やっぱこうなんだろうな、パーソナリティとそのディレクターの立場の違いから生じるギャップっていうんですか、やっぱ足りないんで、足りないんだ。もっともっとこうやっぱ送っていただけることによってよりいいものが出てくるっていう考え方なのかもしれない。なるほどね。まあ、もしかしたら100ずつ被ってるのかもしれない。そうそう。なのでどんどん送ってきてくださいと。はい、はい、じゃあ引きますか。引きますか。戦いますか。私先週最初に引いたから先どうぞ。じゃあ俺もそうだな、先に。せーの、はい、ジャッジ。よしよしよし。トークバトルでした。いや、先週はすごいテンション高かったけど今週はそうでもないぞ。うん、いや伝わるんでしょ。うん、いやいや頑張るよ。うん、頑張りましょう。よし、行ってください。じゃあお題を投げて。はい、じゃあ発表してください。はい、ペンネーム33-4さんからいただきました。はい、ドラクエの呪文を一つ使えるなら。わあ、いいじゃないですか。はい、じゃあ私はペンネームミスターオレンジさん、引き出しの中に潜んでいるもの。あれ、はい、じゃあ先行ここ、はい、最初はグーじゃんけんぽい。はい、こうでしょ。よし、緑川さんどっちですか？高校で。高校で。では若ちゃんから先行でどうぞ。パルプンテ。終わり。いいの？今何が起こった？今何が起こった？勝った勝った、私勝った。まだ。え、だってパルプンテ唱えたんだよ。一か八かだよね。何が起こるかわからない。なんか起こったはず。はい、私引き出しの中に潜んでいるもの、うん、まだそんなに大やげにはしてないんですけれども、未来から来たやつがいます。え、有名な、有名かどうか分かんないんですけど、はい、あれ名前はもらいもんです。違います。もらいもの。もらいもん。もらいもん。はい、あ、シルエットはどんな感じですか？割とシャープです。え、あ、じゃあ知ってるやつじゃないや。違う違う、知ってるやつじゃないよ。あれシャープじゃない。青い肌じゃない。じゃない。何色ですか、ちなみに？具体的には分かんないんですけど、いつもなんか影が刺してるので、ちゃんとまだ正体が僕も分かってないんです。不定形。ちゃんと調べなよ。潜んでるから。潜んでるので、で、はい、必要な時、戦いに行かなきゃいけない時とか、はい、ちょっと若干引き出しを開けて、もらいもんちょっと出てきてくれるかな。なんだい。あ、そんな、声か、渋いんですね。そうですね、割とこうシャがかかってる。本当に僕もはっきりまだ見えてないんですけど、全体像が割とスマートなイケてる感じな気はするんです。はいはい。でその若干開けた引き出しからこうやっての総理出てくるわけですよ。出てくんの？もらいもんが。はい。で一緒に俺が倒したいやつがいるんだ、うん、そいつがとんでもない呪文を使う可能性があるんだ。あ、うん、そいつに勝ちたい、うん、もらいもん力を貸してくれ、うん、了解マスター。従ってんじゃん。もらいもんは従ってんじゃん。未来から来てすげえ従われてんじゃん、うん、なかなかいい感じのコミュニケーションは図れてるんですけれども、すげえ。で仮にパルプンテ。あ、仮にね。それ対策取られてんのとかされた場合、うん、彼はきっとこう言うでしょう。もらいもんやばい、パルプンテが発動した、助けてくれ。了解マスター。パルプンテファイナル。ちょなんでファイナルつけたし。なんだよそれ。おもうパルプンテの終わりじゃないですか。それ以上最上級ないじゃないですか。ずるいよ。呪文ならパルプンテでしょ。もうなんだよ、取るなよ。もらいもん。もらいもんだけに人の話題をもらいもんかごでやろう。もらいまーす。はい、そんなのが潜んでます。ジャッジ勝者若ちゃん。やったー、ほーら、イエーイ、パルプンテが怒ったんだ。緑川さん嘘だもん。嘘だー。え、俺嘘しかつかない。そうなんですよ、ここ緑川さん嘘しかつかない。そうなんだけど、すごい、うちはでも
もいつかみんな見てもらいたいけど、うちらの真剣に聞きと、うん、そっからまああのなんだろうね、子供がお母さん次はどう展開するのって聞いている子供のように、うちら緑川さんの話をワクワクしながら聞いてるからね、まあ、もちろん面白さとかエンターテイメント性とかちょっと挟まれたドラマ風味とかは確実に緑川さんが上だったんだけど、うん、俺は今回の若ちゃんの話すのかなと思いきや、一回こう呪文を唱えてそのまま間を持ってくる、え今何が起きたのっていうあの手法を評価したい。やった、お題に沿って面白い話題をしたっていう意味で、はい、はい、若ちゃんが勝者としたい。やったー。まあでもさ、勝つ上ではちょっと違う切り口でいくのも必要だからね。そうですよね。でも言っとくけど俺は嘘をつき続けるからねそうなんだ、私緑川さんが正しいこと一回も今まで言ってないって、確かにそうだ。でもこの間ちゃんとスタジオでやったじゃん、あの潰したじゃん。何を？あのうなぎパイ。そうなんですよ。そうなの、その話題だ。そう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 。そう、この前収録の時に緑川さん、あの鈴木恵子さんが差し入れで持ってきてくれたうなぎパイを、うん、緑川さんがいきなりブシャ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 潰し始めて、うん、緑川さん何やってるんですかって言ったら、やっぱね気になってたんだよ。気になってたんですね、あれ。そう、言ったはいいけど、ね、突然こういうことだよねって言ったら、え何のことですか、あーみたいな。それね、あんま粉状にならなかったんだよパリパリするって言ってましたね、サクサクするって言ってましたよね。サクサクしてた。 それをずっと飲んでましたからねそう、しかもそれが飲みにくいってそれこそさ、さっきのあの何コーンじゃないけど、下手したらうっってなる。あれ結構危険だ。カンナさんに今日のヒカルちゃんは弾けてるねって言われてましたよねちょっとだってやっぱりリアルなうなぎパンだったら、なんかこう試しとかないと、言った俺的にまずいかなつまり全部嘘だったってことだからねああいう実行してみる緑川さんはすごかったです。でもね、悪いけどね、もらいもんは面白いと思うんだよ面白いですよ。パルプンテファイナルもうこれ以上ないぞ。ないよ、出せるもんなら出してみろ。無理だよ、だってパルプンテの最後だもん何が起こるか分かんないファイナルだからね。しかもずっとなんか黒いんだよ体ちょっと影シルエットっぽいんだよ出てきてるのに。ちょっとそれもらいもんなんかね、商品化したいよね。机からちょっと出てきてる、売れないよ、ずっと影さしてるじゃん。いいな、いいな、楽しい。あ、じゃあ残念な称号を引いてもらおうか。8称号だ。スーパークレイジーパーソナリティ、ペンネームゆう魔王さんからいただきました。え、今回大変だ。なんかさ、うん、今まで私らさ、どう表現していいかわからない称号結構あったけどさ、うん、これやっちゃおうと思えばやっちゃえるじゃないですか、緑川さんが。でもやられるとね、大変なの多分僕たちだよ。いやどうだろう、ね、そう、頑張ろう。頑張るわ。リトルバスターズ愛。夏目、夏目京介役の緑川光です。受けにくい。夏目凛役のタミヤストマイです。よし、タミヤスそんなテンションだったことないでしょ。ノーミクドリアカ役の若林直美です。ギャザリン、ハフハフって何だよ。はい、リトルバスターズ R はテレビアニメが放送中のリトルバスターズのラジオ番組なんだよ。ハフこの人うるさい。はい、アニメは7話まで放送されました。されたね。プロの出番は増えていくかな。どうかないやでも意外に明るくて今のところいいよ。おいいね、うん、なんか私こういうキツツキいた気がするんだよね怖い感じできたらどうしようかなと思ってたから、まだそうクレイジーさを押してくるかなと思ったんだけど、まだ明るくて付き合いやすいよ。付き合いやすいですね、うん、あごめん嘘だった付き合いづらいのか絡みづらいのかっていうところなんですけども、ね、はい、メールの数は相変わらずたくさん来てるんですけれども、あのここで落ち着かないで呼ばれなかった人、なんかね読まれなくて、あじゃあもう送っちゃうのやめようかなって思う人もいるらしいんですよね。マジね、ほんと困っちゃうね困ってないぜひぜひね、これからも送ってきてもらうのが本当のミッションということで、うん、みんなでラジオ盛り上げていけたらなと思ってますよ。思ってるんだよね、うん、スーパークレイジーパーソナリティ的にはどんな感じにしたら読まれやすいかなとかありますか。結構難しいけど、5分に1回ぐらいトイレ行く。行かない行かない、トイレ行くって誰が。順番じゃないかな、うん、何が。俺行ってきたから、はい、ともえちゃんバトンタッチ。いや休憩時間にやろ。あのさそんな話してないからね、クレイジーやだこの人、会話が通じない。はい、それでは参りましょう。リトルバスターズ R ミッションスタート。
リトルバスターズ R。 この番組はビジュアルアーツ響きタブレコミュニケーションズの提供でお送りいたします。アニメリトルバスターズ放送中。オムリキンリトルバスターズ。さあメール読んでいきましょうか。よし、うん、はい、うん、あれ低くなった、どうなったんだろう。どうした、この一挙一度見守っちゃう感じがね。そうだね。何が起きるかな。あ、顔文字系の男子からメールをたくさんいただいたんですが、その中の一通ご紹介します。ラジオネーム白黒さん。はい、わかるかなこれ、うん、こんにちは。いつも楽しく拝聴してます。緑川さんが顔文字付きということで頑張って使ってみました。普段は顔文字を使わないので、今このメールを打ちながら顔文字を一生懸命探しています。顔文字だけでメールを送ろうかとも思いましたが、念のためメッセージもつけて送ってみます。届けこの思い。わかった？お、伝わった伝わった、すごい伝わった。今のとこ全部顔文字ついてました。届いたね。わあ、急にいい声で。いい声だ。届いたね。ほんと白黒ありがとう。いや、なんで名言風になっちゃったの。そのコーナーじゃないでしょ。いや、でも今すごい表現されてた。されてましたか。よかった、白黒さん僕頑張ったよ。いや、表現できるもんなんね、まあ、顔文字は世界を救うんだよ。さっきとキャラ違いますよ。いや、だからその浮き沈みがね、スーパークレイジーな感じなんだよね。 あ、また戻っちゃった戻っちゃった。はい、緑川さんのサインも変わりましたよね。うん、るから火に顔が移動した。そうなんですよ、さっきその顔文字の流れから緑川さんのサインの顔の話になったんですよね、はい、これまだギャザリンがもらったあのサインとかのあの誕生日プレゼントって、うん、画像は見れるのかな。もう見れないですよね。画像が見れればうん分かると思うんですけれども、うん、火のところに顔があるんです、うん、知ってましたよ、うん、前まではなんで今あのイラストどんだけ自分のサインに力を入れたと思ってんだよ。いや、そのイラストその話をね、そのはイラストに、イラストは大して力入ってなかったじゃないの。入ってね、全然入ってない。違う、俺自分のサインに力を入れたから。入ってた、うん、力サインには超入ってた、うん、綺麗な感じだったですけどね。顔文字ってそんなに大切かなって思ってたんですけど、うん、でもあの緑川さんから言われて確かに顔文字をつけるようになったんですよ。本当？そしたら、うん、結構文章が少なくて済むね。あ、そうなんだ。うん、なんかごめんなさい、ごめんなさい、すいませんって書くよりもごめんなさい、うん、みたいなのを書いておけばなんかすいませんの気持ちまで伝わるじゃないですか、うん、なんかバイバイみたいな。なんかあの顔文字って自分が知らない意味が入ってたりするじゃん。両手上げてわーいって喜んでるんじゃなくて、うわ終わったって意味じゃん。嘘だよ。そうそうそう、バンザイじゃないの。バンザイじゃないの、あれ終わったって意味なんだって。だから嬉しい、嬉しいよって意味であれを例えば送ったら、え、嫌なのみたいな。いいんだよ、いいんだね。インスピレーション、ね、インスピレーションで使えばいいんじゃないの。あんま両方は使わないな。まあ片方は使うけど、のっていうやつですね、うん、のって。あー、うん、なるほどなるほど。あ、そっか、両方じゃなくて片方ならいいんですね、うん、そう、両方あげると終わった。使おう。もう何でも分かんなくても使っちゃえばいいんだよ。だってなんだっけ、リンもなんか顔文字使ってて間違ってたじゃん。間違ってた。あれ全然何が言いたいのか分からないじゃん。なんか達観したみたいな感じになってるじゃん。もふっていう埴輪みたいな ね、うん、でも最初から入ってるやつもあるじゃん。あります、顔文字ね。あります。その中から選んでれば無難なんじゃない。大丈夫、みんなが使ってるやつより可愛くないんですよ。可愛くないね。その中のやつはね。そうだからなんかもうものすごい手抜きして使ってる感があって辛い。でもこういうのなんかこういうのあるよね。そう、みんな可愛いのにうちのちょっと可愛くないと思って。あ、そうなんだ。そう可愛くないんだ。ちょっと可愛くないね。そっか、気になるわ。なんかでもだんだん使い始めると履歴で出てくるんで、同じ顔文字しか使わなくなってくる。あ、そうなの。うん、新たな開発をしようとしなくなっちゃいますね。でもちょっと気になって、そういう顔文字がいっぱい載ってるサイトとかを見に行ったよ、うん、こんないっぱいあるんだと思って。確かにね、顔文字いっぱいあるよね。転げ回るとかあるんだと思って。あ、僕コロ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 、アクション系とかで、面白かった。すごいよね、うんうん、さてまだいきますか。はい、ラジオネームドルジの子猫さんからいただきました。第3話を見て、はい、リキがクルガヤさんに呼び止められるシーンの自販機にドロリ濃厚ピーチ味が売ってるではありませんか。こ
こういう小ネタがあるのはとても嬉しいです。今後も小ネタを見つけていきたいと思います。はい、そうなんです。あのキーさんといえばっていう昔から出てるドロリのおこピーチ味、なんかリキっていつも、うん、なんかすごい味飲んでるよね。そう、4話もなんかすごいの飲んでなかった？飲んでた。なんかね、リンがあのリキに頼んだやつとかもなんかティラミスジュースとかだったからさ。だったよね。そうティラミセ、チラ見せジュースってどういう状況ですか？飲んだらチラってしちゃうみたいな。こうカチャって開けるとなんか中からチラって出てきて、ん、何わかった、それもらいもんだ。そもここでもらいもん。ファイナルパルプンテ、パルプンテファイナル。ま、あのエアからあとクラナドにも出てきました、ドロリのこうピーチ味、そういうなんかキーネタがちょろっとこうちゃんと入ってますよ。すごい、ね、リトバスにも、へ、オープニングにもやる。オープニングにも載ってる。あ、クドとアネゴがイチャついてるとこでチラッと出ております。あーすごいね。そうなんですよ。なんかそういう楽しみ方はもうゲームやってる人ならではなので、うんうんうん、なんか細かいとこも見ていただけたらなと思いますよ、うん、お願いします。はい、ラジオネームストレートエッジさんからいただきました。自分はアニメからリトルバスターズに入ったんですが、とても面白いのでゲームをやろうかなと思っています。ところで、はい、自分は学生時代剣道をやっていたのですが、見たこれ、剣吾って常に道着と袴姿ですよね、うん、もしかして剣吾って常にノーパンなんですか？気になって夜も寝られません。おー、緑川さん袴の時の話してましたよね昔。そうそう、あの先生に用事があって、その少年剣道やってる時に、うん、先生なんか聞きたいことがあって更衣室に入っていったらノーパンだった。ノーパンで袴を履こうとしてたのかな。でもうその頃の俺は不潔って、もう何も聞くことはないみたいな。そんなわけないでしょみたいな衝撃を覚えたわけですぐらいね。いや、むしろだからみんながいるところで堂々とそれで着替えてたら、あ、そういうもんなのかってこう、はい、なったのかもしれないけど、陰、うんうん、でこそこそノーパンで着替えてるなんてそっちいや、ノーパンなら陰でこそこそさせてあげてよ。トイレだって着替えたっていいじゃん。みんなの前でうーらうーら俺ノーパンだ、変態でしょそっちの方が変態でしょ。でもね、でもなんとなくわかんない、こうこそって入ってったら、はい、そんなところで、はい、やっぱノーパンで壊れてたらなんかちょっと余計不潔感が子供の時に、なんか、うん、その感覚すごいわかる気がする。なんか隠さなきゃいけないもの感がより強まってしまって、別に本当は隠さなくていいじゃんっていうことなのに隠してるっていう、ね、みたいな印象を受けたんですよ。あ、ちょっと大人のなんかね、裏っ側みたいなね、別に大したことじゃないと思うんですけどまあでも剣道部が全員ノーパンなんだったら、あのこの間カナさんと一緒にやった時にあったみたいな、そのパンツ俺のじゃないっていうことが、だからまあ先生とか、まあ昔からやってるような人はなんとなくルールじゃないけど、昔はそうだったからって言って未だにやってる人いるかもしれないけど、若い人とかはないんじゃない？いや、さすがにないんじゃないんですかね、うん、だって女子のスカートと違って袴だから、なんかを上からかぶせて中で着るわけにいかないじゃん、スカウトみたいに。だから多分一回完全にノーパンっていうかさ、そのポロってしてる状態を誰かに見せないと着替えられないじゃん。ああ、そういうことね、うん、だから恥ずかしいよね絶対。でもだってお風呂とか行けばみんなノーパンでブラブラいや、わかんないけど、見てるんですか？見てないよ、見てないよ。え、なんでほら、なんでノーパンでブラブラって言ってるけどブラブラしないっすよ。え、そうそう、あれはブラブラしないもんですよ。わかんないもん、そんなのだってそういう歌だってあるぐらいだからさ。風もないのにそう、ほら知ってるじゃん、それだよそれ。違うよ、だってあれは大きいんでしょ。もうなんでもいいや。いやいや、あ、違う話になってる。こういう問題じゃない、はい、だからまあ今はないんじゃない。今はないです。はい、今はないよ。ないです。勝手に言ってるけどね。はい、お便り普通の引き続きお待ちしています。12月26日に発売されるリトルバスターズブルーレイ DVD ボリューム1の見どころを紹介です。オープニングで走っている私、抱きかかえられる私、みんなと抱き合う私、いろんな私が楽しめます。本編の見どころですか？ミッションコンプリート。皆さんが挑戦するあらゆるミッションを紹介していくコーナーです。さあ
なんかありましたよね、はい、やってくるミッション、はい、旧ラジオ会館のリトバスメンバーが立っているところで写真を撮ってくる。はい、どうですか。撮ってきました。クレイジーだ。10月の末までだったので、はい、もう撮れる期間が少なかったので速攻行ってきたんだよね、うん、速攻行ってきました、うん、はい、ヤスミンと一緒に行ってですね、うん、ラジオ会館の前に行って、うん、まずはこの人と一緒に撮るぞって言って撮った写真があるんですけれども、うん、それはまあヤスミンに撮ってもらったと、うん、でも2人で撮りたいよね、うん、ってなった時に最初は自分撮りしようよって言ってたんです、ヤスミンは、うん、でもそれはミッションじゃないよと、うん、ここは通行人に頼んでこそのミッションコンプリートだ、うん、通行人に、はい、秋葉原のですね旧ラジオ会館の前にあります、うん、それで、うん、こんな感じで写真撮ってきてくださいました。お、撮りました。きっちり撮ったでしょ、ね、リトバス R 風真ん中が京介で、はあはあはあ、左側が工藤で右側がリンっていう構図で撮ってきました。撮ってきました。どんな方にお願いしたんですか。多分休憩中と思われる祖父、まあ、父のお姉さん、あ、お姉さん、お姉さん、店員さんだと思われますね、あれはね。近くにそもそもソフマップがあるんだ。いや、そうじゃなくて遠くだったんですけど、結構遠いよね。たまたま3人連れぐらいで歩いてる人に頼んでからよく見たら、うん、あれ胸に祖父の社員証下がってる。後で気がついたんだ。後で気づきました。もう でもやっぱ選んだんでしょ。なんかそれっぽくなくどっちも優しそうなお姉さん、うん、お姉さんお兄さんみたいな3人組にちょっと頼みました、うん、はい、気がつかれなかったっぽい。ないよね。もしこれ聞かれてたら今気がつかれたかもしれない。そうそうそう、今気がつかれるかもしれないけど多分当時は多分わあおのぼりさんっておのぼりさん可愛いわね、はいチーズみたいな、念のためもう一個お願いしますみたいな、あそうなのみたいな、うちでも DVD とブルーレイ予約始まってるからよろしくねみたいな感じになりそうなぐらいだったかもしれない、ね、気づかれてない。気づかれてない。え、これ何時ぐらいな。10時からすごい時間ですね。 結構遅めに行ってみました、うん、たまたまこの辺でうろうろしてたリトバスのファンっぽい方は今いなかった多分いなかったよね。時間的に、時間的にさすがにいなかった。いい時間帯だったんですね。人通りも少なかった。そうそう、酔っ払いのおじちゃんがうら邪魔だよって言ってましたけどね。マジで、はっ、しんましんって、しんましん、大して邪魔もしてないんですけどしんましんって思いました。赤ちゃんがすごい勇気出してあらゆる人に写真を頼みに行こうとしてるから、そうそう、あーつって、あーつって、あの酔っ払サラリーマン。ダメだよ、ダメだよ。あー、これはホームページにこの写真載せます、うん、はい、ソフマップのお姉ちゃんが撮ってくれたやつ、はい、はい、うんうん、おめでとうございます。イエーイ、コンプリートです。コンプリートしましたよ。でも、ともえちゃんのおかげもあるもんね。にゃ、なんで。いや、悪くはないけど、うん、本来でも自分一人でこういう感じで自分撮りな感じなのにいいね、いい友情ですね、うん、やった、いいでしょ。コンプリートだよ。若干コンプリートとは違う。あ、そっか、ごめん、低下しちゃったから、ね、自力でコンプじゃないかもしれない。 いいだろ。わー、ということはダメだね。ごめんね、よかれと思って、よかれと思ってた。いや、2人のなんかこうね、美しい友情物語は垣間見れましたけど、うん、なんかミッションにこだわるのならちょっと違うのかな。なんで。だってそれは一人一人に課せられたミッションだった。そうだったよ、ごめん。いいだろ。だってヤスミンが一緒に行こうってねえ、残念、ね、残念。じゃあ次のミッションを待たなきゃ ね、まだまだやっていこう、まだやっていこう、体張ろう。よしよし、次のミッション待とうかな、はい、でも赤ちゃんもう一個やったんでしょ、ミッション。あ、もう一個やってきたでしょ。そう、グアムつい先日行ってきたんですけど、はい、浜辺でですね、浜辺といえば砂に文字を書くじゃないですか、うんうん、はい、これをですね、私カッコ21カッコ閉じるをグアムのタモンの砂浜に書きました。わー、やったー。あー、でっかく証拠の写真とか。あ、今このスタジオ内には持ってきてないんですけれども、うん、あります。お、そしてさらに言えばリトバス R って書いて、うん、海に向けて撮った写真もあります。おお、それも見れるのかな。お、いいんですか、そんな私の個人旅行写真みたいなんですけど。じゃあこれ
これ乗っけますよ。のやった。そしたらもうミッションコンプリートで。え、それは自分がやろうと思ってやった。うん、やろうと思ってやりました。応募したミッションじゃないですけど、私が個人的にこのミッションやらなと思って、グアムの砂浜に砂文字を書いてですね、キャッキャウフフみたいな感じでやってきたんですよ。まあ、はい、分からなくもないんですけど、でも、はい、あ、画像来ましたね。ババーン、バーン、わー美しい。すごいっす、すごいっす、ね、ちゃんと波間に書いてですね、これ結構大きめに書いたんですよ。え、一番向こうで、うん、終わったってなってるのが若ちゃん。そう、終わったってなってるのそう、ちゃんと私も写ってますよ、こっそりちっちゃく。すごい、そうでしょ、これすごいでしょ、このミッション、うん、いい、すごいコンプリート。クオリティ高いんですけど、コンプリートしたんですけど、あなた一つ嘘ついてますね。何ですか。そのアイデアを最初に出したの僕な気がするんですけど。うん、確かそうかもあの、やっておいでよって、なんか海外に行くって言ったから、そんなことやったら面白いかもねっていう話はしたのに、うん、まるで自分の手柄のように。いや、だからゆるかさんから言われたミッションをでもなんか自分が考えたみたいな、うん、やろうと思ってやりました。勝手に今自分で考えた風に確かになったな。確かに緑川さんが言ったな。そういうそうだったね。ことはなんで発案者が違ってたっていいじゃん。でもなんか俺の言ったことはまるでなかったかのように進まれたの、ちょっと ね、報告のやり方がね、ごめんなさいね緑川さんがね、緑川さんがって言っとけばコンプリートだったってことね。惜しかったが、終わらないねミッションねでも確かにクオリティは高いです。そうです。いや、もうちょっとやっぱり俺のイメージでは簡単に普通にリーみたいな、とーって普通に書くだけなのに縁取りっていうかさ、そう、うん、ちゃんとあれはすごいよ。レタリング系でちょっと大きく書いてみましたから、ね、だって聞いた話によると波が来ると消えちゃうんでしょ。消えちゃう、そのうちでしょ。だけどよくその何来ない間に書けたね、あんだけ。まあちょっとリトバスの時はさすがに大きかったんで、うん、ちょっと後ろめだったんですけど、ロリの時は21の時はほんとギリギリに書いたから、うん、あの写真を撮ったすぐ後にすぐ消えました。シャーすごいよね。って、いや、あとなんか浜辺に行くとみんなが何かしら文字を書いてたりするんでしょ。そういうノリだけど、うん、波ですぐ消えちゃうからまあいいんじゃねって。そう、みんな、私もでもさすがにあのリトバス R は書いて写真を撮った後、ダーって書いて、あ、消せ消せ消せ。そうだね。ね、書きっぱなしにしてちゃね、うん、マナー悪いからね。さすがにね、うん、はい、ちょっとね。そういう楽しみ方もいいですね、海外ならではのね。あ、皆さんも砂浜で消えゆくそういうのを楽しんでいただいて ね、一瞬の楽しさを味わっていただきたい。いや、でも今ここで宣伝したからさ、うん、次書いたらさ隣にも同じこと書く人が出てくるかもしれないね。もしかしたら合作とかできるかもしれない ね、ロリロリハンターズ波で消されるまでのそうミッション勝負いい、よし今引いた、いけ、うわー、はい、ザー。難しそうだけど面白そうだね。ぜひ波までやっていただきたいですね。名言とか超難しいよ、うん、馬って書いた人の、ツアー、俺ツアー、ツアー、俺チョギー、あー消えたみたいな。あくまでも波打ち際限定っていう、いいですね。はい、まあ、そんなわけで、はい、うん、まあ、ギャザリンはミッション失敗してしまったんですけれども、いろいろなことをしてね。で、皆さんのそう、みんなのね、成功してるんじゃないかっていうミッションを、うん、これから紹介していきたいと思うんですけれども、はい、まずはペンネームロキソニンさん、緑川さん、若林さん、タミヤさん、俺サイトス、サイトス、サイトス、俺の挑戦したミッションは、うん、ギリギリわかるように俺サイトスと毎朝挨拶をするです。僕は今学生なので毎朝校門のところには生活指導の先生や校長先生などが挨拶をしているのですが、うんうん、そんな中ギリギリ俺サイトスと分かるくらいに挨拶をするのを1週間続けたところ、生活指導の先生直々にお前の挨拶なんかサイトって聞こえるから気をつけろと注意を受けてしまい、思わずその場で笑ってしまいました。聞き取られた。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、わかる。あれじゃない、京介みたいに言ってたんじゃない、俺サイトスって言ってたんじゃない。いや、それはもうお前ちょっとサイトに聞こえるからっていうレベル超えてんじゃん。そうだ、ね、もうそれは君サイトって言ってるからってなんか違うことやってんなって怒られる。サイトじゃないよね君ねっていう。でもさ、バレてるようでバレてないのかもしんないよね。てか、つまりギリギリバレてないってことですよね。なんかそういう風に聞こえちゃうから気をつけろってことでしょ、うんうん、
がほら人それぞれってなんかその人特有の言い回しってあったりもするからさ、そういう風に思われてんのかもしれないね。あそうですね、これはじゃあ成功してるんだ、まあ、どんどんレベル上げてってほしいですね、うん、お礼で成功したら次お前で言ってもらいたい、うん、おめでとうございます。そしたらきっとだからそれ失敗してたらお前挨拶なんかじゃなくてお前挨拶絶対斉藤って聞こえる、ね、絶対それ斉藤だよっていう風に変わると思う。なんか斉藤って聞こえるから気をつけろっていう心配、ね、ちゃんとおはようございますって聞こえるように人によっても斉藤って聞こえちゃうかもしれないから気をつけろって優しいね、うん、優しいね、生活指導の人は優しいね、笑ってんじゃないよっもっと真面目に聞こえるか聞こえないかのギリギリを楽しまなきゃね頑張ってください、頑張ってください。はい、続いてペンネーム85キロ歩いた男お僕は緑川さんと同じ高校出てる身なのですが、なるほど、毎年85キロ歩いた経験を生かし次のミッションを行っています。今年中に東海道を歩き切る、現在大学の休みを使って歩いてます。今のところ2日で日本橋から三島まで歩きました。来月は三島から浜松まで歩くつもりです。浜松でうなぎパイを買うこともミッションにします。日本橋から三島わすげえ、ちょっとどんぐらい遠いのか私にはさっぱりわからないんですけど。これ大沢さん iPad あるんだったらあの地図であれ調べられないですか。普通になんだっけ日本橋から三島でこの徒歩でやると時間とか出るじゃん。時間が出る出る出る、まあ、もちろん間ねほらちょっと休憩とか取ってるだろうけど、うん、普通に歩き続けたらどんなもんなの、っていうか今のところ今三島ふーんって感じだけどそんなに大変なことなんですかね。東京は確実に出てちゃってるし、だって一応2日って言ってるからさ、うん、ほいやもう全部歩き続けじゃないにせよ、うん、何キロですか。なんかおーってなったよ、やだ115キロ。ほうほう、でも東海道っていうその東海道自体がどれぐらいあるかってことですよね。どこまで行くつもりなの。東海道53次ってあの、ま、なんちゃん、そうですね、広重さんの昔の絵だけど、うん、でも確かに富士山の絵とかもあるから、うん、ものすごい長いよ。どこまで行くの東海道は。京都、京都から京都まで行くの。あでもそうか、東海を通るんだから東海道か、名古屋のあたりをこう越えていくってことだよねずっと、ま、彼はじゃあ毎休みごとに、うん、終わった地点まで行ってで、うん、車かなんかで行って、うん、そっから2日間歩くってこと、うん、うーわーやばいね、すごいね。だって新幹線で 4,5 時間の距離をさちょっとずつ歩いてるわけでしょ、うん、しかも道もまっすぐじゃないだろうしさ。おい、三条大橋、京都の三条大橋まで行くんだって。え、京都の三条大橋がそうなので、日本橋出発だ。日本橋出発で京都の見たい見たい三条大橋まで行くと、うん、東海道。あーすごいなこれは。でそのほら来月の三島から浜松までっていうのはまだそれでも半分も行ってないってこと。そうですね、三島から沼津、まあ、静岡を通って、まあね、であの富士山の下を通って、うん、でずっと行ってずっと行って長いぞこれ、いくつ宿超えてるんだ。浜松宿まで、浜松が29番目の宿なんですけど三島は11番目の宿です。18個宿を飛んできますよ。おーすごい、さすが緑川さんと出身校が一緒のだけあって歩くのにもう何の抵抗もない。でもさ、さっきの大笹さんが調べてくれたのによると、だって115キロぐらい、うんうん、だからもう85キロ超えちゃってるからね。超えてますね。でもその経験があるから、つまり20キロぐらい大したことあるけどね。すごいっすね。すごいわ、半端ないわ。いや、その人はぜひ京都まで着いたらその写真を送ってきていただきたい。でもなんかコツはわかるけどね、だいたい85キロ歩くと。あ、そうなんですか。いろいろ失敗点も見えてくるし、俺も 3,4 箇所ぐらい体の調子が悪くて親にやめろって言われてたけど、うん、あの当時好きだった子に自慢したいから歩き切った。あ、結構脱落するもんなんですか。するする。だから脱落したらバスが巡回してて高校に強制送還され翌日拍手で迎えなきゃいけないんだからあそうなんだ。そういうなんかすごいですよね。ドキュメンタリーとかもなんか私それ見たことあって、そう、ね、みんながすごいなんか泣きながら歩くみたいなのを見たことありますよ、うん、なんかいや、あんな限界まで歩いたの生まれて初めてだからね。ぬいかさんも泣いちゃったんですか、やっぱり途中で。泣きはしないですよ。ありゃ翌日自慢しましたからね。いやでも本当に自分で限界を超えるまで歩くっていう経験がないですもんね人生で。あ、言ったっけ、
だからものすごくだるかったの。もう知らない、こんなだるさを知らないぐらいの状態で家に帰り、うん、でうち薬局だから、うん、もうねだるくてもう気持ち悪かったから、エアソロンパスをバーってやったの。あ気持ちいい、寒い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 って親に言ったらすっげえ怒られて、もう速攻でお風呂沸かしてもらって、入ってももう寒くてマジ死ぬかと思ったんで、みんなやめましょう、やめましょう、疲れに任せて全身にやるのやめましょう、普通全身にやらないでしょ。だからそのぐらいしんどかったんだって。もうどうにもこうにもいられなくて、頼った結果数分後にもう死にそうになり、寒いだって。それで好きな女の子はどうだったんですか？いや別にみんなこうなんだろう、足引きずりながら歩いてるやつらはうちの高校だなって思ったけど、うん、俺普通に行けてたのね、うん、そんな荒領事のでもまあだから何って褒めてもらえたわけではなく、まあ何年後かに実は好きだったんだよっては言われますけど、だってその当時に言えよって感じですよ ね、 そうだね。でまたエアサロンパスまで、エアサロンパス、あれかと思った、エアギターみたいな、いやいや、あってる、あってる、いやいや、エアサロンパスですよね、やってるふりじゃない、あってる、あってる、ごめん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 、好きだったけど、なんか褒めようと思ってそばに行ったらエアサロンパス来たかったじゃない、それだよ、なんか近寄れなかったんだよ、目に来て、目に来て、どんだけ残ってんだよ、風呂入った、風呂入ったし、あ、そう、風呂入っても寒かったんだもん、ね、いやでも頑張ってもらいたいですね、これは、うん、でも気をつけてね、やっぱりちょっとリスク負ってる気はするから、うん、足にスニーカーにしたりとか、うん、ね、あとまあマスクしたりとか、そうですね、あとまあちょっとテーピングしたりとか、体に負担かからないような感じで、うん、そうちょっとね、やっぱずっと長時間外を歩いてるのは心配だね、確かにね、かといって、うん、疲れたからといってエアブサロンパスを体中に体中はやめてください、浮いたらダメです、はいはい、局部でお願いします、経験者がいますからね、局部って変なとこ、変なとこ、いやいや違いますよどこに、違います、そこにふくらはぎとか、そこもやめてください、局所的にっていう、急所じゃない、急所じゃないよ、あー危ない。本当危ないんで気をつけてください。はい、皆さんからのメールお待ちしております。リトルマスターズ R。奥深い名言が生まれた。これは名言っぽいという言葉を紹介していきます。今回はトメちゃんお願いします。はい、ではいきます、はい、ラジオネームシン、お前たちがやってるのはバスケットじゃない、ビスケットだ。ラジオネーム U ターンしないゆうちゃん、あ、ゾンビだ。いいえ、あれはトンビよ。ラジオネームみかんのスカッシュ、尻が垂れたら死ぬしかないよ。ラジオネームしがらきたぬき、私のバナナはあそこにある。ラジオネームやにゅう、卵かけご飯、卵、ご飯、そこに醤油で三角関係、いける。また奥深い名言が生まれちまったな。一番最初、うん、ビスケット、ビスケットです。はい、これはですね、部活でバスケをやってた時にだらけた練習をしていて、それを見た監督からの一言です。ねえと思いましたよ、ウィットに飛んでんなって思って、お前らやってることはバスケットじゃない、ビスケットだ。監督ビスケットのことは何だと思ってるんですか。ん、監督ビスケットの、違う、甘いと言ってるんだよ。甘いのね、お前らがやってるのは。あ、かかってんだ、そんな甘いんだよ。わかんなかった、うまい、女子供が食うものだ、うまい。あ、今名言、名言、今わかった、今わかった、なるほどね、わかんなかった、本当に、わかんなかった。私はすぐこの監督さんの気持ちがわかりましたね、うん、ただちょっと親父ギャグに近いですね。そうだね、気をつけてください。
思い出し、言われなかったら分かんなかった。本当ですか、うんうん、なんでここでギャグなんだろうって思う。ギャグじゃん他に気になったものありますか。ゾンビ、ゾンビ、ゾンビが飛んでたら怖いですよね。いや俺もなんかさ、それさ言葉遊びだけど、はい、ゾンビってそうそう見なくね。見る？見ます。でも見たとしてもそう判別できませんよね。飛んできる。え、どこで見分けるの？山によくいるのはトンビです。ワシじゃなくて？ワシじゃない。どんな特徴？特徴はワシよりも頭が小さい。あとワシよりもちょっと全体的に小さい。なんでそんなマニアックな知識に？でもよく見るのはトンビですよ。基本的に。わしの方が分布狭かった気がする。まあ山の方に住んでる方なのかな。そうでもない。なんか海側にいるのかな。なんか私は広島の川と海が近いところに住んでたので、うん、トンビ死ぬほどいた、まあ、広島は山も海もどこもかちこも近いからね。そうそうそう、川山海ってとこなので、ね、その隙間に町があるみたいな県なので、うん、トンビいっぱいいましたよ。あれトンビだったんだ。じゃあそう、ちなみに今より9年前保育園児だった妹が空を飛んでいる鳥のトンビを見て言った言葉です。まあありそうだね、ちっちゃい子だもんね。あートンビだ、トンビだ、飛んでる飛んでる。でもまあ数年後に分かるんだけど、それはゾンビだったんだけど。ゾンビだったんですよ。危ないよ。あれはゾンビだったんだ。逃げて。あそこから始まったんだ。そうそう。逃げて。あのゾンビを見逃したばっかり。危ないよ。お前本当のこと言ってたんだなって。そうそうそう。他は他は？何？何かありますか？卵。卵、これはあれです、ミオチン的な発想です。うん、そうだよね、うん、もちろんその朝食で卵かけご飯を食べようとしてる時に妹が放った言葉です。卵かけがあのバッテンのかけだ。そう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 、卵攻めご飯受け、そこに醤油で三角関係ということです。きっと卵が攻める、割とこのあのぬるっとした感じで攻める、ご飯は包容力で受ける、そこにピリリと刺激の効いた醤油が現れました。卵かけご飯、これはいけます。へ、あ、何かけご飯って他に何かけご飯ってある。あ、卵かけご飯っていうのは見て卵かけご飯のかけを思ったんじゃない。うんだよ。今気がついた。今その遅かった、遅かった、超遅かった、ごめんね。 あれがゾンビだったんだな。ごめん、あ、仕方ない。遅かったよ。あれはゾンビだったんですよ。遅かったよ。あ遅いよ。ごめん、はい、他ないね。他ないね。うん、かけがつくものある？ないですね。他にかける、かけ算。普通に三かけ四は12、あーみたいな、なんかあんのかな。いける。三は中をこう中って迫ってて、四はいややめろよって言ってるけどやっぱりあーみたいな、そういう感じ。どういうことだ。かけるっていう。こっち三って中みたいじゃん。あー中ね。攻めてる感じ。四はちょっとストップしてるんだけど、二人は中になっちゃうのね。に。そうそうね。楽しそうだね。は。腐女子脳がないとこれは楽しくないんだ。別に私腐女子脳とかないもん。いやでもね、今の腐女子はいいんだよ。みんなおしゃれになってきたし、もういろんなこと知ってるし、おしゃべりも上手だし、ただ二次元にしか興味がない。ただ想像力がすごいっていうのは本当素晴らしいことだから。そうだよ、一緒にいろいろ話してると面白いもんね。そうなの、私、うん、あの地下鉄が全部擬人化したアニメが出た時にすげえなって思った。あーねー、うん、みんな新宿とか好きなんだなとか思った。新宿ね。かっこよいのか、うん、新宿ね。そうだね、いろいろ、あ、すいません、はい、すいません。いえいえ、あとはあれ、私のバナナはあそこにある。これは中国語の授業で先生が出した例文です。どういうこと。あ、来た来た、ゴーリラー、先週からやってきたよ。でもゾンビ。なんかそういうのに溢れてきたな。溢れてきましたね。これはもらいもんと一緒に頑張ってよ。行っていきましょうよ。特殊キャラ増えすぎだよ。バナナを守る。困るよ。ゴリラにもらいもんです。最終的にパルプンテファイナル。なんだよ、二人ともそうボケじゃん。全員突っ込まなきゃいけなくて困るよ。カモンカモンカモン。そのうちうちらはもうボケゾンビとして突っ込んでくれ。私のバナナはあそこにあるっていう例文ないよね。んなんで、まあ、だってさ、まあ
あれはペンですかもおかしいと思うけど、うん、だって何でもそうじゃん、うん、そうか Is this a pen? Is this a pen? これはペンですかって、こちらはマイクですかとかね、知らないのっていう、友達でしょっていうことですけど、うん、まあ使えない感じだよね。そうですよね、結局はね。そう、うん、私のバナナはまだあのバナナが食べたいんですけどどこにありますかなら分かりますよね。あ、うん、私のバナナを知りませんかとか、うん、どんだけバナナが好きなのえ、ちなみにそれ英語で言うとどうなんだろうね、そのさっきのね、ラストがマイバナナじゃない、ねえねえ、フェアイズマイバナナ、あれは私のバナナです、合ってる合ってる、あそこにあるな、フェアフェア、どこにって聞いたの今、あフェアイズウェアな、フェアフェアマイバナナ、わかんない、英語は難しいです、それ先生が勝手に決めたのかな、教科書とか、ね、多分例文はそうですよね、男の人なのかなそういうとどんどんこうちょっとバナナがいろいろな、わかんないよね今日お前本当に英語できないの、残ってきなさい、これが復習ですよThis is my banana 先生先生、そして、うん、男の子が僕のバナナはそこにありますなんだよなんもう相思相愛じゃん、そうなったらこれが私のバナナです、僕のバナナはそこにあります I like バナナみたいになっちゃうでしょ、なっちゃうでしょ、 I like your バナナでしょ、 いや、your バナナ、 your つけたらもう一個のことしか刺さないじゃんわかんないよ、わかんないじゃない、もういいんですか、いいんですか、こういう番組ですってね、はいはい、気をつけますよいいですか、もう一回やりまして、はい、以上奥深い名言が生まれたでした。こちらリン、今日はゲームショップに潜入、リトルバスターズパーフェクトエディションが11月30日に発売だと、もうすぐじゃないか、特典としてデスクトップガジェット、夏目リン PC 用システムボイス、壁紙集をはじめって、これは私のことじゃないのか、ラジオリトルバスターズ R の特別版もついてくる、他にも兄貴じゃなくて夏目京介風来記復刻完全版、バイシュッシュバルツとカオス TCG のプロモーションカードがついてって、盛りだくさんじゃないか、2週間後にまた来るぞ。はい、エンディングです。ちょっと引きずり気味、あ、そういえばクレイジー、クレイジー、もうクレイジーバナナ弾けたよ、クレイジーバナナパーソナリティでしたっけバナナパーソナリティいや、もういいんじゃないですかね、バナナパーソナリティで、もう大変だったよ、大変だったよ、ゴリラは来るし、バナナはあるし、ゾンビも来るし大変だった今日はいっぱいといろいろいたなはい、もういろいろ各種コーナーメールお待ちしておりますということでですね、はい、皆さんからの残念称号どんどんください、はい、こうやって感じでね、楽しく遊んでいきますんで、はい、でも、まあ、残念称号っていうよりもまあネタを、まあ、ネタ称号ですね、はいはい、送ってください、そのうちバナナゴリラゾンビ来そうですよねうわぁ、でもそしたらバナナが緑川さん、うん、ゴリラが若ちゃん、うん、ゾンビじゃん、まあ、ゾンビだせめてトンビにしてまあでも本当飛んでたのゾンビなんですけどそうなんですあれから10年、いやもう大変大変私が見ていたのはトンビじゃなくゾンビだったと気がつきましたああ終わってる、もうそれ絶対外の世界終わってるよ、私があの時気づいていれば街中にこんなにゾンビ溢れていなかったのにあのトンビよ、でももう10年戦ってるよ大変だよ、そこに現れるもらいもんだそして呪文はやっぱりパルプンテファイナル、それ絶対いいことになってないですよ、よりいろんなことになってるでしょ、ゾンビがもっと増えたいやー、どうしたらいい、ここは森を守るゴリラに頼もうバナナはいるか、そういうストーリーで CD のおまけのお話を若ちゃんが書きます、はい、そんなわけでお相手は夏目恭介役の緑川光と、夏目凛役の田宮智恵と、ニャーミクドリフカ役の若林直美でした、さようなら。リトルバスターズ R、 この番組はビジュアルアーツ、響き、タブリエコミュニケーションズの提供でお送りいたしました。